こんにちは、ウィルツァーです。今回はですね、今人気のユニバーサル・スタジオ・ジャパン USJ のですね、年間パスポートの件で、ご案内をしたいと思っております。今ワンデイ・スタジオ・パス、1日のスタジオ・パスが、先日値上がりして、税込みで今7200円です。7200円です。で、年間パスポートはじゃあいくらかと言いますと、1万9800円なんですね、税込みで。そうすると、3回以上行かれる方、年間にですね、行かれる方にとっては年間パスポートのこと方がお得です。ただし、年間パスポートはですね、除外日というのがありまして、1年のうちの、何日かは、それを使って入ることができないという日がございます。去年の12月にですね、その除外日というのが、少し、緩和されたようなんですけれども、まだまだ数日間は入れないようになっております。除外日がないですね、年間VIP パスというのはあるようなんですけれども、こちらどっちがお得かということにはなりますけれども、平日、通常含めて何回も行かれるという方は、間違いなくお得です。で、あと熊本からですね、行かれる場合は、その時は、フリープラン、おすすめは JR を使った、新幹線乗り換えなしの大阪パックというのが、お得なんですけれども、そちらは、ウィルツアー当社で販売をしております。年間パスポートを購入して、でフリープランで大阪に出かけるというパターンで何度も USJ を楽しむという方法はいかがでしょうか。以上、今日はご案内でした。よろしくお願いします。